禅道は中国浄土教の僧。称名念仏を中心とする浄土思想を確立する。姓は朱子。尾張南大師、光明寺の和尚とも呼ばれる。浄土宗では浄土五祖の第三祖とされる。浄土真宗では七高僧の第五祖とされ、禅道大師、禅道和尚と尊称される。同時代の人物には、三論演義の著者で三論宗を大成させた、吉蔵や、薬教蔵で、三蔵法師の一人である玄奘がいる。開応17年、天台宗の開祖、智義が死去する。大行5年、道弘が浄土教に帰依する。大行9年、紫州夏岡県、あるいは青州臨沂県に生まれる。幼くして、出家し諸書を遍歴した後、長安の南の周南山御神寺に入寺する。貞観15年、信陽にいた道、弘を訪ね師事した。そして、貞観19年に、道弘が没するまで、桓武領受刑などの教えを受けた。30年余りにわたり別の寝床を持たず、戦欲の時を除き衣を脱がず、目を上げて、女人を見ず、一切の妙理を心に起こすことがなかったという。道弘死没後は、周南山御神寺に戻り厳しい修行を行う。その後長安に出て、阿弥陀経を著者して、右縁の人々に与えたり、浄土の荘厳を得ずにして教化するなど、庶民の教化に専念する。一方で、龍門法泉寺の石窟造営の検校を務めるなど、幅広い活動をする。長安では、光明寺、大慈恩寺、実際寺などに従する。永隆2年3月14日とも、69歳にて、逝去。周南山の山麓に、弟子の懐らにより、高師霊塔と高石寺が建立された。皇帝高宗弱後、自学を賜りて、光明と号すようになった。禅道は中世日本の法然、親鸞に多大な影響を与えた。法然が、専修念仏を唱導したのは、禅道の勧行、正宗文三善義巻第四の中の一心に、弥陀の名号を専念して、行住座がに、自節の久し金を問わず、年々に捨てざる者は、是を、聖帝の号と名付く、彼の仏願いに準ずるがゆえに、という文からである。大半が、長安在住時の戦術である。中でも、勧行書は、日本の浄土教において、仏説間無料、十景の解釈書として非常に重要な文献である。ありがとうございます。